ムンジュイックの戦いは、スペイン継承戦争中の1705年9月13日から17日に、かけて、スペインのムンジュイックで行われた戦闘。カール大公を支持する軍勢が勝利し、直後に第一次ワルセロナ包囲戦が行われた。1704年5月27日、ゲオルク・フォン・ヘッセン・ダルムシュタット率いるイングランド船20隻と、オランダ船18隻は、 バルセロナ上陸を試みたが、計画で予定された、バルセロナ城内のカール対抗派の放棄が、不発に終わったため上陸した兵士2000人は撤退せざるを得ず、エラン連合艦隊は5月31日にバルセロナ沖から離れた。デオルクは、ディスボンへ戻る途中、ジブラルタルを占領した。1年後の1705年6月20日、ジェノバ協定が締結された。 この協定はイングランドとカタルーニャ軍四国を代表するビガタンと呼ばれるカール対抗派の一派の同盟であった。協定によりイングランドはカタルーニャで軍を上陸させてカタルーニャの軍勢と合流、フェリペ5世を支持する軍勢と戦う。またカタルーニャの独立した法律と制度を維持することも略した。ビガタンは協定に従い、 カール大公を支持するための反乱を春から支配下に置いたビッグ平原からカタルーニャ内で拡散した。リュードムスのネボット系はカンポデタラゴナでポアル公爵アントニデスバルスはレリラでフアニエステベとフランシスコカレウはラセウドルジェイで反乱した。彼らは1705年10月の初めまでにカタルーニャ全体を フェリペ五世派のフランシスコデー・ベラスコ・イトバルが支配するバルセロナを除いて支柱に収めた。カール大公もジェノバでの合意に従いリスボンから出発してカタルーニャへ向かった。連合軍の艦隊は船180隻、ピーターバラ伯爵、オランダ出身のシュラッテンバッハ、ゲオルク・フォン・ヘッセン・ダルムシュタット率いるイングランド、オランダ、オーストリア兵士9000人と、 騎兵800人で構成された。アリカンテ山に到着すると、同盟軍は山の占領を試み、8月3日に町へ砲撃した。8月17日にはアルテアでカール大公が王に推挙され、マウレッツのフアンバティスタバセットイラモスが起こした反乱を拡大させた。艦隊はカール大公派の反乱の最中である1705年8月22日に、 バルセロナに到着した。数日後、同盟軍約1万7000によるバルセロナの包囲が始まった。一方で、ビガタンは場外に住む、イエズスカイシュラフェリペ5世派に報復した。ゲオルク・フォンヘッセン・ダルムシュタット率いる3個自由隊は9月13日から14日に、かけての夜に隠密行動で出撃した。またアントニオ・デペグエラ率いる、カタルーニャ人1000人は、 ジェームズ・スタンホープの命令でバルセロナ中流軍への道を封鎖し増援を防いだ。しかし襲撃がバレてしまい奇襲性がなくなり守備軍は一度目の攻撃を耐えた。キウチから中流軍への増援として乗馬した敵団兵400人が派遣され、この援軍との戦闘でゲオルクが戦死、同盟軍300人が捕虜になった。同盟軍は再集結し、 ピーターバラ白爵は、カタルーニャ人1000人以上を集めて、再度攻撃した。14日には、城の外縁を占領し、ムンジュイック要塞全体も数日後に占領された。ムンジュイック要塞はすでに同盟軍に包囲された、バルセロナへの砲撃に使われた。10月9日、カタルーニャ副王、フランシスコ・デ・ベラスコ・イトバルは、降伏文書に署名した。 バルセロナはそこでようやくベラスコに対して反乱。カール大公は反乱を鎮めるために10月22日にバルセロナに入場し、11月7日にカタルーニャの憲法を承認して退官した。アラゴン王国領への同盟軍の攻撃は継続され、バレンシアは12月に同盟軍の手に落ち、アリカンテ城は翌年に落城した。ありがとうございます。